はいどうも、SNC コンサルティングのつくりです。お疲れ様です。今日はですね、一個ずつお化けの話をしたいと思います。で、これね、うちの娘がね、書いたの。うん。見づらかったら、貼っとくね、その画面の横っちょに。こう、いろいろ分かれててさ、で、数字が振ってあってさ、1番は何色、2番は何色ってこう、塗り分けしていく塗り絵で、で、最終的にちゃんと塗り分けできれば、こう、いろんな風にこう、線が入ってる絵の中から、何かその、ちゃんとした絵が浮かび上がってくるというか、出てくるような感じの塗り絵で、これまあ、遠目で見るとどうすか？あの、パンダさんが、ボールに満載の野菜を持ってきましたみたいな、うん、そういう絵になってるよね。1は黒だねって、2は赤だねって言いながらですね、探せっつってで、まあいろいろ塗ってたんですけど、途中でうわー嫌だもんってなったんですよ。要はその4歳児にとっては分け方が細かいんだよね。あの、玉ねぎのところとか見てくれない？細かいでしょ？分け方が。で、しかもこれ面白いのが、あの、数字6までしかなくて、6は紫色。って書いてんのに、このね、パンダさんのね、あの、顔のところ、7とか8の数字もたくさんこう、細かく分けられてんだよね。だから7とか8はないから塗るなってことなんですよ。数字は6までしかなくて。で、そういうのってまだ4歳児には理解なかなか難しいらしく、7と8は何なんだっていう。7と8の色がないっていう状態ですよ。だから7と8は大丈夫。で、塗らなくても大丈夫だからっていう話をして、で、まあ、やっていったんですけど、やっぱり細かくてね、途中で投げ出しちゃう。その時に、一個ずつですよ。一個ずつやれっていう話で、僕が、まあ、脅かしたっていうか、面白くね、遊びの中だから、面白く、なんか、もっと怖いお面があるんだけど、うちに。一個ずつ、まとめてやろうとしてる悪い子はどこだ？一個ずつ、まとめて全部やろうとしてる子供はどこだ？みたいな感じで、とにかく一個ずつやるんだと。で、子供にそんなこと言ったってさ、わかんないじゃん。わかんないけど、教えないといけないというか、せっかくこれやってるんだから、やっぱり成功体験を与えてあげたくて、できたっていうね。ちゃんとやったらできたぞっていう成功体験をプレゼントしたくてさ、どうにかしてここまで手入れたんだったら最後まで、まあ大体でもいいからやらせたいと思ってさ、面白がりながらね、お化けの遊びして、一個ずつお化け、じゃあ一個ずつお化けってそれパパじゃんって言うから、一個ずつお化けいるよお前って言って本当みたいなこと言うの、一個ずつお化けってどんな顔っていう言われて書いたのがこれです。一個ずつやれば必ずゴールにはたどり着くから、絶対できるから、何か困ったら一個ずつって言いながらね、一個ずつお化けのことを思い出しながら、一個ずつってやるんだよっていうことを教えて終わった、その役目を終えた一個ずつお化けですよ。いやー、資産に富むわと思うよね。僕らの話だよもん、やっぱり。うん、一個ずつやってる？一個ずつ。やっぱりさ、物事をそのビジネスでも何でも仕事でも人間関係でも何でもそうだけどさ、何か問題を解決するにあたって、まずその全体的に、ちょっと引いてね、いわゆるマクロ的と言いますけれども、マクロ的な視点で全体を見るっていう、俯瞰するっていうのはまあ重要。で、それでその物と物のつながりとか、考えと考えのつながりとかをまあ有機的にね、こう、つながりを見ながら全体を判断して、ああ、多分、こういう感じっていうのを判断するのも重要。でも、それは考える段階であって、作業っていうのは、どう考えてもミクロでしかないんだよね。要はその、細かい作業を一個ずつやるしかないんですよ。それ以外の作業ってあります？
それ以外の作業ってないよね。作業ってすべてミクロなんです。一個ずつ一個ずつなんです。で、ものを、ちょっとその全体的にね、ちょっと立ち止まってさ、考えるときはそれはマクロ的に見るよ、ほら。おぉ、パンダかいってなるけど、でも、あ、パンダっぽいな、やってっかっていうときには、やっぱり、一個ずつ塗りつぶしていくしかないじゃないですか。うん。仕事でも完璧に一緒だよね。で、これをできない人がいるというか、この一個ずつのレベルの違いなんですよ。例えば、うちのその4歳の娘にとって、これはこんなのを極めたんだ。ものすごいめんどくさい作業。僕がワードプレスのその設定全部一人でやるみたいな。そういう細かい作業なの。僕できないの、それ。一回そのチャレンジしたんだけど、X サーバーとかに金も払って、ワードプレスやったんだけど、なんだかよくわかんねえと、どこからどこに金引き落とされるんだか、なんなんだか、わかんねえからもう人道でいいやって思って人道使ってんだけど。要は、この子にとってはこれが困難ですよ。うん。かなり細かく見える。で、僕にとっては、ワードプレス細かく見えるでしょ。うん。で、もっとその、上の人にとっては、また別物がすごく細かく見えて。で、うわ、めんどくせえな、難しいなって思ってんだよね。で、このうちの娘もさ、例えばじゃあ小学校6年生になったら、それまでいろいろなんか書いたり、塗ったりしてればさ、さすがにこんな塗り絵なんて余裕でできるようになるじゃないですか。うん。つまり、その、細かい一つ一つの作業をやらなければ、ビジネスでも何でもね、成功できない。でも、それは必ず基本できるようになるんですよね。その、時間かければだけど。で、その時間をなるべく圧縮するためにね、一生懸命その、こう、質を求めるっていうのも変だけど、とにかく一生懸命やってさ、考えてさ、ちょっとでも空き時間があれば何か作業したりさ、うん、そうやって細かい作業を一個ずつ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 やっていくと、例えば将来うちの娘はこれ普通に描けるようになるように、ね、あなたも今できないことでも、なんかできるようになってるから、それを信じられないことが問題だ。うん。でも自分の人生の中で何かあったでしょ。一個ずつ一個ずつやっていけば何か良くなる。一個ずつ一個ずつ進んでいけば何かいい結果がね、待ってるってこと何かあったじゃん。で、なかったんならやばい。から、あるからっていう僕の言葉を宗教的に信じてもらうしかない。あるから。うん。で、普通の人はあるんで、ああ、確かにって思い出してもらって、で、その自分のね、過去のかつての成功体験をもとに、一個ずつ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 って言いながら、進んでってもらいたい。その作業。その、ビジネス的な作業とか仕事とか。で、それ以外のことでも。うん。だから僕もね、さっきっていうか、部屋を片付けてかなり汚れちゃってて、で、子供がね、子供がさ、いろいろやるわけですよ。片付けててなんかもうやだってなって、ああ倒れそうってなって、その時に僕の頭の中で自然に神が降りてきて、一個ずつ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 、はあ一個ずつ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 って言い始めたの。もう完全に決まってるでしょ。完全に決まっちゃって、もう疲れちゃってさ、疲れる、体は痛い、風邪で喉は痛い、部屋は汚い、仕事しないといけない。もうその、年末だから結構ちょっとその今、忙しめの時期になってる僕には、僕はその物を売ったりとかしてる仕事ではない。正直その人の話を聞く仕事だ。ね。それをそのメールとかさ、電話とかであってさ、仕事しないといけない。で、子供もちゃんと面倒見て、子供に対してイライラぶつけたりとかして、シャイニングのお父さんみたいなことになってはいけない。ね。したらさ、もう一個ずつ、一個ずつって言ってたよね。で、それを言ってたのがあって、それ時系列に言うと今の話が先なんだよね。で、一個ずつ、一個ずつって言いながら片付けてたら、はって。俺、綺麗になってんじゃん、みたいになって、これは、一個ずつお化けって思ったんですよね。で、それでそれを娘に、こう、やってみたっていう話なんですよ。だから、あなたも一個ずつお化け、ね。うちなる一個ずつお化けをね、絵描いて貼っときな。
これはあなたにとって守り神ですよ。一個ずつ。なんかもっといい名前ないかね。花いらねえな。花だったら気持ち悪い。気持ち悪さちょっと半減しちゃうな。なんだろう、これもっと投げ方がいいんじゃないかな。これ気持ち悪いな、これ気持ち悪っ。ここにもしましまがこうついててカマキリやん。あ、気持ち悪いね。うん、これ一個ずつおまけでしょ。うん、これどっかからピョーンって飛んできたっすね。一個ずつおまけ。怖えな、こいつ。実寸で出たら怖えな。まあ、これでも悪いお化けじゃなくて、あなたの人生を良くしてくれる一個ずつお化けなんで、あーってなった時には一個ずつお化けが近づいてきてると思って、で、いかんいかんと、一個ずつお化けを退治するためっていうか、その、遠くにやるための、そのおまじないの言葉は、一個ずつ一個ずつ、一個ずつ一個ずつって言いながら作業を始めれば、ああ、仲間だと思って、別に敵じゃねえやと思っていなくなるから。一個ずつ一個ずつね、一個ずつ一個ずつやってこ。頑張っていきましょうね。 SSC コンサルティングのつきよりでした。ではまた。